転換からやりましょう。みんな難しいこと難しくてね、分かんないんですけど、転換で転換して自分が自分がやってるのは、その彼はいろいろやってくるね、やってくる、そうこういうのとかこう引っ張ってくる、そうそうこういうね、いやその時に自分が安定してるっていう、そういう安定してて、そしてこう感づいてる、そういうことをやってるんですよね、昔からね、昔から。だからここで競うことじゃなくて、こういう手を避けるために自分が通り道開けて、あっちどうぞ、あなた行きたいんですかって、そういう、そういう時に安定してる、そしてこうね、力抜いて自分がいいとこ入ってる、そういう形ね、それで転換してる、そしてこう、で自分が安定してることが一番大事だから、こういう競うことじゃなくて、こういうことこと競ってることじゃなくて、競ってるとやられちゃうから、自分が安定して、そしてこうね、自分が安定してるって、そういうことが大事。じゃあ転換からやりましょう。はい、いろいろやり方あるんですよ。でこうやって持たせておいて、で、はい、やってねって言ってから、こうやって、やる方法。でも、こうやって持ってて止まってたら、何もしてこないんだから。で、来てるんだけど、こうやってやってたら何もないの。だから、さよならでもいいの。それで、僕は何もする必要がないっていう形でしょ。で、だけど、離れて、来る瞬間にこういうふうに来てるから、行くっていうふうに考えてるんですよね。でこうやって、はいどうぞ、はいどうぞで、はスタートねって、そういうふうにやってないんですよ。だからこう持ってきて、力入った時は僕はやられちゃうと思ってるから、力が彼の方が強いから、こうやって力入って、ここからこうやって入っていくのは難しいの。難しいっていうのは、その時に、なんていうの、力抜けてて、まあ例えばさ、こういうふうに入るんだったらいいけど、いいんだろうけど、力が入る前にやってるんですよ。そして力が入った時はもうやられちゃってると思ってるから。で、こういうふうにやってる。そして、こうね。いつもそういうふうにやってるんですよ。で、さあどうぞっていうのはもうやめましょうねっていうふうに言ってるんだけど、そういうふうにやってるの。そしてこうね、入ってくると、力入ったら、つかまれちゃったら終わりだと思ってるから、こうやってつかまれないようにやってるの。つかまれないように、そういうふうにやってるんですよね。で、そういうふうにやる。まあ、いろんなやり方あるから、その自分のやり方でやれっていうふうに言えないんだけど、まあそういう形で使われないように、上と下、下はこう、下で使われないように、使われたら終わりっていうふうに思ってるから。で、じゃあ少し下と上とやりましょう。上と下ね。今上と下やりましたけど、ね、上と下の時は、こう離れてると彼の方が強いのね。下へ落としたい時は、こう離れてると強いの。こう手違うね。だから、この手に近づいちゃうってこと。自分の体側を近づけちゃうってこと。そうすると強いの。こうやってやってると起きられちゃうの。引っ張り込まれちゃうの。でもこうやってやってると使う、もう全然平気でしょ。そしてこういうふうに入ってるの。こういうふうに近いの、ここに、この体側に近いってことね。それで横方向は自分の足とか、そういうで、手はね、手は下と上、下と上を、なんていうのかな、方向を示してるだけ。下と、下と上、こういうふうに近づけてるだけ。で、横の力は、ここの足の力、横の力ってかな、腰の力ってかな、腰の、こういうのは手の力、ここ近づけてる。で、普通の人は、こういうふうに手で、やってるからうまくないんだけど、うまくいかないんだけど、
手の力はこうで、こう上の上、上と下、それ近づけて上と下、そして自分が横の力は、横の力はこの足、足の力ね、そういうふうに切り替えてるってこと。こう上下は手の力、そして横の力とかこう回転の力はこういうボディの力だから、 それを切り分けてるってことで、手力でやってないってこと。手力を使ってこうお前やってないの。手は 上だから、これ以上いかなかったらこれでいい、これでもうお休み、手はお休み。そして自分が近づくの、こう、そういう感じ、ね、だからちょっとそういう練習、今手につなげやったから、こう上と下、下はこう、下は離れてない、離れてこう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 近いこういうこういう方にね、近い、離れてたらやられちゃうの、ガーッてガーッてやられちゃうから、なるべく近いってこと。それと方向付けだけ、 手の力は方向付けだけ、それで離れてなくて近いで、方向付けだけ、それで横の力はこういう足の力とか。じゃあその辺ちょっと天地投げね、やってみる。難しいんですけどね、こう振ってやるじゃない。そしてみんな見てるとね、この手近い、力使いすぎで、いいの、もう負けちゃってんだから、こう負け、持たれちゃってんだから、もう負けちゃってんので、負けてるからいいよ、ここでもこういうふうに近いの、自分のとこ刺してんので、上なの、これが真上なので、大体力でやるとこっちちゃうの、こっち斜めちゃってんの、斜めて横かかっちゃってんの、じゃなくてこっちなんだから、こっち。そしてこの足はいいところ行って、上下近い、それだけしかやってないんだよ。だいたい見てるとこう力強くて、それで離れてこうやって、ちょっとこうやってやって、離れてこうやってやってんのじゃなくて、自分の上だから、ここだから、こっちじゃないから、この上だから、そしてこうだから、そこがすごい誤解してるってかな。で、大体手力でやってるので、方向を示すだけ、こう指先こういうふうにやったけど、わざとやったんだけど、こういうふうにね、示すだけ。で、手力は使わない、なるべく使わない練習だから。で、横方向は自分の腰とかね、そういうこういう自由にしてで、入り身投げとかも同じ、入り身投げとかこう入ってきてここに落としてんの、こう 手力使って、向こう側下じゃないの、こっち下じゃないので、この自分の下は自分の下にこういうふうに落としてんので、自分が、相手が来るときに自分が逃げてこういうふうに落としてくるよね、ここに落としてくるときに、来たら逃げてんの、こういうふうに逃げてるから、ほら彼はで、近いのこっちに出してないの、こっちにこうやってやって、こうやって落としてきてもこっちに出してないの、斜めだから真上なの、真上にこういうふうに近いっていうのが大事なので、ここも近いでしょ、ここもこっちじゃない、ここもこっちじゃないんだからね、ここなんだから、ここの足の間、自分の近い、自分はいいや、こう来て自分のここでも来るから来たらやられちゃうとか、反撃もらっちゃうから、来て、彼が崩れてきた時にはほら、いないの、こっちずれてんの、そして
で起きてきたらポカって四角からこうにやってんの、そういう形ね。そういう形にやった方がいいかなと思ってるんですよね、最近はね。で、まあなるべく近い、なるべく方向だけで近い、この手遠くじゃなくて近く使う。で、方向は上下の天地陰陽とっていうけどね、あの近い近い、ここの近ここに近い、そういうふうに意識してちょっとやってみましょうか。もう少しじゃあ入り身投げで来たらね、こ何しろ彼を自分の中にこの下に入れるんだから、自分のとこにもらってないとダメなので、彼は弾いていかないことなの。こうやって入ってきたら弾いていかないの、ここに入っとく、ここに彼をもらってんの僕はね。こうやって打ってきても、こうやって打ってきてももらってんの、もらってるってことはここにもらってんの、ここに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 もらってんの。そういうふうにやってほしいんだよね。弾いていくのはこれ、弾いていくのダメだから、自分がもらうの、自分にもらうと、こうにもらうの、こういうふうにもらった時にいないの、こういうふうにもらってんの、こういうふうにこういうふうにこういうふうにもらってんの、自分にもらってんの。自分にもらうって、自分にもらうって、自分にもらうってのはこういうふうに自分にもらうの、自分に。そういうふうにやった方がいいんじゃないかな。自分にもらって、そしてまっすぐ上近い、こういうふうにやっても同じだね。自分にもらうの、自分にもらうの、自分に、自分にもらうの、自分に。これ弾いていかないの、こうやってこうやって、出てこないよ。これね、こう、こうまっすぐいったら自分にもらう。この手は自分にもらうの。こうやったら離れちゃうの。離れちゃうの。わあ、わあ。でも自分にもらうの。自分にもらうの。自分にもらう。足自由、足自由、足自由。そういう感じね。そうするとこういうふうにできるんじゃないかな。こうやって自分にもらうの。自分に。大丈夫。自分にもらうの、自分に、自分にもらうの、うん、で相手は動かないから自分が動いて自分にもらう、そういう相手、まあいいや、相手は動かないの、相手は動かないの、でも自分が動くの、自分がもらうの、こういうふうに、ね、じゃあ少しやってみましょう。塩投げでこう、まあいいや、こう来てね、こう来て、こう来てら、こういうふうに入ってんの、こういうふうに、こう、場所もらうって感じ。そして近いの、こう、みんなやるのは、この手邪魔、この手が嫌だから、この手嫌だから、こういうふうに、突っ張って、向こうへ押し出したいの。でも、僕の場合は、こっちに出してるの。真上だから、真上。で、この手嫌なんだよね、この手。この手でこうやって、こうやって来ると来ちゃうの、全然。だからここのテンションをかけてるってこと。そうすると来ないの。この手を向こうへ出してるんじゃなくて、こっちへ出してるの。こう上がってきた時にこっちへ、こっち、そして入ってるの。そしてこういうふうに。で、本当はこうやって、この手、膝、こう、嫌だよって、来たらね、嫌だよってこういうふうにやりたいの。こうやって、このまま。どういうふうにやったらいいかな。ちょっと難しいんだけどね。何しろこういうふうに来たらでしょ。そしたら、普通は、まあ表は先だっていうから、普通はこう上がってきた時にこういうふうに終わってんので、こう終わってんだけど、こうやってなんか次やろうとしたら、この手、彼はこう意識して来ちゃうとか、この手が来ちゃうとかするんだけど、こうやってきたらそのままこういうふうに、こういうふうに近くて、こういう感じ。ちょっと難しいな。まあいや、こう、まあ難しいね、難しいな。
こう何しろ上、何しろ上、何しろ上、そして場所もらう、場所もらう、そして5分出すっていう、そういう形ね。で遠くない、よし行こう、じゃあそう一挙、じゃあもう一挙でこうね、で近い、そして場所もらう、そして近い、そしてこういう形。じゃあちょっと行っちゃってみましょう。はい、どうぞ。こうですよ、こうですよね。こう自分がここの手にやってるのは大体ここ競ってるから、こうやって競ってるから、で自分はこう打たせちゃったら、打たせちゃったら次にもらうのはこの場所、場所をもらってんの。あ、ちょっと失敗ね。こういう、ここにもらってんの。ここは関係ないの。ここをみんなこうに大事にして、こういうふうにやってんだけど、これ関係ないから、こうやってここ次はここだから、ここ相手の重心、相手の重心、ここは打たれちゃったんだから、もうしょうがないんだよ。だからでここで競うんじゃなくて、ここで競うんじゃなくて、ここは競うのやめて、こういうふうに入ってるの。で2番目で3番目にここ、近いだから、ここの相手の中もらうって、こう中もらうって、ここそれが大事だから、あんまりここをこうやって、ここで競わないように、ここが大事なの、ここそういうふうにやった方がいいんだよね。で裏に入るのが入り身投げの感じだけど、こっち表に入ってくるのは一挙なんだけど、こう入ってくるのも同じだから、こう入ってきて、ここに自分のここにそしてこういうふうに出してるって感じだから、 みんなここにここは邪魔してるから、ここ入れないんじゃん、これはね、こっちに来てくるとかね、でここは捨てちゃった方がいいよ、こうやってで中に入ることが大事だから、じゃあこういうふうにやろうか、こういうふうにそうすると入れるかな、こうやってきて、こういうふうに上から下で、ここ入るのはこうだと向こう斜め、でもこう近づいてくるから、自分の下でしょ、自分の下、そして入れ替わってんの、自分の下にして、相手のここはこうだと斜めだけど、ここ近づいてくるから、自分の下になるの、ここ近づいてくるから、そしてこういう感じ。じゃあちょっと内側に入ってちょっとやってみよう。これね、さっきも話してたんですけど、こうやって持たれちゃったらやられちゃうんだよ。だからやられないように自分からこう主導してるって感じ。指導してないとやられちゃうんだよ、俺なんかやられちゃうんだよ、こうやって。だから指導してってから、こうやってね、そうそれでこういうふうにね、やった方がいいね。こ自分が先だってことね、先だ、彼5になったらやられちゃうの、だからいや先だってことね。じゃあ少しやりましょう、どうぞ。